1637回始めます、今日はサクサク進みますね。ニュースばっかりなんで、1637回テレ朝のニュースですかね。自動車トラブル、これ多いんですよね。車乗る人ならわかるんですけど、自動車はね結構トラブルのもと、あとねお金、金食い虫だね自動車はね、ロードサービスね、これで高額請求で被害を訴える人結構いるということで、被害を訴える人には共通点があるっていうことで書いてます。例えばホームページでね、ロードサービス3480円からみたいな感じで書いてあるんだけど、実際は24万円請求されたとか、そういったね高額請求ね。自動車のトラブルの際に駆けつけてくれるロードサービスで高額請求を受ける被害が、相次いでいますということで、ホームページには基本料金3480円と記載されていましたが、24万円請求された被害者もいましたということで、この記事あんまり読まないんですけど、私読まないというかね、なんかニュースで見たのかな、動画かなんかで見たんですけど、私もね、私こんなのは経験ないけど、自動車はね本当トラブルのもとなんですよ。普通そうですね、運転してて最近パンクも少ないですけど、パンクとかありますね、私もね何回かねこれまで、あとバッテリー上がりとかね、今まで私経験したのは、あとちょっとぶつけて事故ですよ、事故でぶつけてレッカー移動しなきゃっていう時ね、一番いいのはね、やっぱり JAF入ってればいいんだけど、私もずっと入ってたんだけどもね、父親がいてね、家族会員とかで入れたんだけど、父親が亡くなってからね、私何回か入ったのかな、何年か途中からなんかね、やっぱり今自動車保険にもね結構ロードサービスついてるんで、最低限のそれでいいかなと、そんなにしょっちゅう事故もないし、パンクもないし、今時の車、ロードサービスもね、保険会社のでいいかなと思って、私は今 JAF 入ってないですね。本来なら入ってるのが一番安心だけどね。で、レッカー言ったってね、 JAF 入ってれば1万とか2万とかで済むんだけど、その辺の相場ね、これ知らないとなんですよ、相場がいくらぐらいなのかっていうのね、これ免許取り立てで、ね、車乗り立ての人っていうのは意外にわからないからね、簡単に騙されるのね。でこれ騙される人、被害に遭う人にある共通点がって点点点って書いてあるけど、おそらくこれ共通点っていうのはインターネットでスマホとかですぐその場で調べて、スマホで検索して上位1位とか2位とかに出てくるところに電話して、そこで騙されるっていうケースが多々、ほとんどだと思いますよ。これ特に自動車のこのロードサービスに限ったことじゃないんだけど、多いのが水道トラブルとかね、水のトラブル110番みたいなやつで、もう気軽にね0120でかけちゃうと、基本料金6000円から、最低6000円からってなってんだけど、5万取られたり10万取られたりっていうねことありますよね。私は自動車はないけどね、この水道はね一回ね、うちの奥さんが電話しやがって、ちょっと若干痛い目に遭ったことありますよ、水道関係は。もうほんと水道にしたって、町の水道屋さんが一番ね、下水にしたって、あと電気ガスとかで、町の指定の業者が一番ですよ、あと自動車に関しては JAF が一番いいし、ダメだったら自動車の、自動車保険の、大体付帯してありますから、ロードサービス今時、それで十分だと思う。ほんとね、スマホとかで検索して上位に出てきたスポンサーサイトみたいなの、あそこは一番やばいね、被害ね確率が高い、騙される確率が高い、気をつけてください皆さんね。出先でねパンクとかね、レッカーとか急に必要になるからちょっとパニクっちゃうんだけど、焦っちゃうんだけど、簡単にスマホとかで検索して上位に出てくるやつっていうのは怪しい業者が、このロードサービスに限らず多いですよ、ということです。あと私自動車に関してはね、やっぱり相場わかんない、ガソリンスタンドの人がね、ちょっともうバッテリーもう弱ってますよとかね、
あと何々の息が足りてませんよとかね、あれ交換した方がいい、これ交換した方がいいって言われた時に、そのスタンドの人がね、うん、本当にそういう状態だから言ってるのか、それとも売り上げ作りたいから言ってるのかとかね、うん、スタンドの人とかね、あと自動車の整備、なんていうのかな、自動車の、うん、用品会社の人たちでも本当にね、まあノルマというか数字ね追われてますからね、常にね、その都合上言ってるだけなのかなと思ってね、うん、あの疑ってかかるんだけども、実際ね車はね、まあ値段合ってないようなものみたいなとこありますから、あの今回のビッグモーターとかね、ネクステージじゃないですけど、ほんとね車関連っていうのはね、あの怪しいところ、うん、ちょっと特に料金とかね、その費用とかが不透明な部分がやっぱり多いと思いますよ、車検にしたって、うん、だからまあ車乗り、免許取り立てて車買って乗り出した人ね、うん、まあ、とにかく車は気をつけること、うん、長年乗ってるね、お父さんとかお母さんとかね、あの兄弟とか先輩とかそういう人に一声聞いて、こういう場合どうしたらいいかっていうねこと仰いでから業者に連絡するなりした方がいいと思いますよ。車本当にね、レッカー移動で24万とか30何万とかね、払う必要のないお金ですからこれね、うん、まあ、あのとにかく焦らないこと、うん、でこういうことが当たり前に行われてるってこと、うん、頭に入れて運転してもらえればなと思います。まあ1回ぐらいだったらね、ちょっとした勉強代と思って、うん、仕方ないけど、あんまり何回もね、5回も6回もやってると本当うんざりきちゃうんでね、気をつけてくださいっていうことです。1637回自動車のロードサービスね、被害を訴える方多いですということをやりました。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。